おしまぴはい、ということで、どうも、プロタンです。いや、おー、ということで、今日は、視聴者さんの要望に答えるということで、視聴者さんの悩みを解決していきたいと思います。よいしょー。これね、結構深刻だと思うんですけど、エッチの誘い方がわからないです。助けてください。もう付き合って彼女がいて半年になるのですが、未だにそういうことをしていません。プロタンさんは、レイナさんの前で平気で乳首を出せたり、フェロモンを撒き散らすことがナチュラルにできて、羨ましいです。かっこいいです。ありがとうございます。菅田将暉と綾野剛を足して、菅田将暉と綾野剛を引いたような感じです。要素ゼロ。こんな僕なのですが、ぜひ動画でエッチの正しい誘い方を伝授してほしいです。っていうことでした。はい。まあ、ってことなんで、まあ、正直ね、まあ、僕もそんな、そういうのが得意なわけ、ぶれではないんですけど、やっぱ女性は、そう、雰囲気とか大事にするじゃないですか。やっぱナチュラルにね、なんか知らぬ間に、え、今キスしたみたいな。え？今胸触れた？みたいな、そういうスケルトン。やっぱ女性も知らぬ間にもそういう雰囲気なんじゃないかなっていうところがポイントかなと思いますんで、今日はこれからね、それをちょっと、まあ、うまく、そしてやっぱね、ストレートにその言葉をね、まあ、エッチしたいと。言葉がやっぱ、まあいい時もあれば悪い時もあると思うんで、まあ、今回はね、エッチという言葉より、より進撃に相手にダイレクトに伝える、変換したワードをちょっと使っていきますんで、まあぜひね、この悩み抱えてる人、ぜひ使ってみてください。はい、ということでちょっとね、レイナさんにちょっとアプローチしていきたいと思います。楽しみー、筋肉。パンティ。イェイ。ということで、レイナさん、すいませんね、寝てる最中に無理やり起こしまして、あれ寝顔かわいいなぁ、相変わらず。東京都でベスト32。寝てたの？あ、寝てたんだ。いやでもちょっと、うん、はい、大丈夫です。メイクしてなくても大丈夫。今日、あ、メイクしてなくてその顔。してないよ。うわー、ぶっくり。かわいい。やめて、もうはい、やろうってねんだ。はい、ということでレナさんにはちょっとまだ企画言ってないんですけど、はい、ちょっとね、寝起きで本当すみません、切れないでくださいね、撮影終わったら。切れない、乱暴だから。乱暴じゃないでしょ。無茶が叩かないでくださいね。いや、お得意の。はい。まあ、今日はシンプルに、まあ、ちょっと家庭内を映していこうかなっていうところで、その、冷蔵庫にあるもの。今、また家庭内なの、はい、冷蔵庫の中身で、レイナさんは、どんだけ素敵な料理ができるのかっていう、女子力をちょっと見せつける、はい、はい、企画でございます。よいしょ。あ、料理をするってことですか。いや、そうです。レイナさんが料理をして、俺がちょっと見て味見をするっていう企画でございます。意気込みお願いします。今日も頑張りたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい。よかった。キレがない。ぶっさくの。いや、ぶっさくじゃないよ。うん。ね。いや、いいやん。いや、やっていく。いや、やっていきたいと思います。はい、ということでキッチンまで、はい、はるばる来まして、はい、冷蔵庫はこんなもんなんですけど、うちの冷蔵庫を出すのちょっと恥ずかしいんですけど、こんな感じでほうれん草にレモンに、あ、これ生姜ですね。あ、レナさん、これ何に見える？俺の金玉みたいだ、これ。確かに。あれ、なんか今日いい匂いだね。嘘。うん、無臭。ちょっとパンツを伸ばさせてください。今日はグレーだ。何？汚ねえグレーだ。何言ってんの今日。レイナさん、今日あれ手汚れたらこれ拭きなんね。お食事のやつ。わ、なんかこのパッケージ可愛いな、これ。子供。子供子作りしたいね。したいね。子供欲しいの？いや別に。なんでだ、なんでだ。だって、子供欲しいの。いや、別に。なんで、今はいらないでしょ。いや、今いらない。今いらない。その、温度差。うん。うわ、美味しそう。美味しそう。あ、塩だけで。素材の味ね。うまいね、料理。もしかしてやってたでしょ、料理。ほうれん草で、専門店出してたでしょ。うわ、上からのやつだ。うわ。全然落ちてないけどね。あ、いいこと考えちゃった。うん、何？
これね、うん、めちゃくちゃ美味しくなる方法が一つある。はいはいはい、一つしかないんだ逆に。それまずそう。なんで美味しそうだ。俺知らないのこういう料理。ああ、ちょっとうまそうじゃん。で、まあ、これで、はい、ほうれん草と卵と。え、すごいね。こんなんですぐできちゃうんだ。チンします。はい、チンしてください。じゃあこれであとはご飯食べるだけと。そうです。はい。じゃあ食べていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、完成です。レイナさんの料理、これめっちゃうまそうだね。ありがとう。はい、じゃあいただきます。うわ、やっぱレイナさんすごいな。ありがとう。うまい。もう何も食べてないです。じゃあチーズも絡めて。うん、チーズも絡む。エッチという言葉よりより進撃に相手にダイレクトに伝える変換したワードを使っていきますので。うん、あ、ずっこんばっかん、ずっこんばっかん。ばっかん、ずっこんばっかん、ずっこんばっかん。何それ。ね、知らないの。知らないの。美味しいと聞いてるの。アヤマンジャパン知らないの。あ、分かる分かる。うん、アヤマンジャパンさんの歌。いや、それ表現してんの、うまさを。なるほどね。ちょ、こんばん、こんばん。おう、はい、ということで、すいませんでした。すいませんでした。え、ということで、本日の企画、視聴者さんからのちょっとお便り助けてっていうことで、半年付き合ってる彼女にどうしたらそういった行為をアプローチできるのかっていう企画でした。それやってみましたけど無理でした。よいしょ。無理。あれあれはもう気づかない。気づかないよ。結構攻めたと思うんですけどね、うん、なかなか俺の中でね78点ぐらいはいったね今回。うん、笑いはダメ。笑いよりはもうちょっとイケボとかでやった方がいいね。イケボどこの池袋のアニメート女子だよそれ。じゃあレイナさんのアドバイス、池坊。はい、はい、もう一つは言葉のフレーズだから、その直接言うのってありなのか、やっぱオブラートにね、あ、なるほどって遠回しに変化球でいくのどっち。場によるけど、料理してたらオブラートの方がいい。じゃあ正解の答え何ですか、ワード。あ、言ったらいい、うん、ね、うん、フライパンに火つけるんじゃなくて他に火つけちゃわないとか。ああ、そういうこと。俺らに火つけちゃわないってこと。ああ他に火つけちゃわないって促してるのかと思った。そしたら事故だからね。その竿と竿がやり合っちゃう光景になっちゃうから。それでは行きます。フライパンじゃなくて他に火つけないかい。まずイケボとそれちょっとオブラートに掴む、その活動の中での道具を使ってそれにつなげると。あ、そういう行為も、はい、ちょっと参考になった人は高評価で、質問がなかった人は、まあ、ちょっとね、あの、まあ、すいませんでしたということで。すいませんでした、はい、ありがとうございました。バイバイ。何の動画やねんこれ。お願いします、お願いします。豚ぽい。筋肉乳首プロトサンジャン。今日も日本中の男性を筋肉と乳首で誘惑。過酷な筋トレきつい減量、気づけば気が上就職。この人は就職。